趣味の遺伝は、夏目漱石の1906年の小説である。帝国文学の1906年1月号に掲載され、ロンドン島、カーライル博物館、幻影の盾、琴の空音、和代、カイロ行と共に、要居集に収められ、大倉書店、服部書店から1906年5月に、刊行された。日露戦争の出生兵士を題材にした、沿線的な小説である。 陽気のせいで神も気違いになる。人をほふりて植えたい犬を救えと、雲の内より叫ぶ声が、坂島に日本海を感化して満州の果てまで響き渡ったとき、木人と老人ははっと答えて百里に余る一大都城を作北の野に開いた。と書き出される。世は、新橋の停車場で外戦する兵士を迎える群衆に、行き合った。 将軍の風貌や帰還した歌詞感を迎えて喜び合う、婆さんの姿に感慨を覚える一方で、世は、旅順で戦死した、広ろさんのことを思い出す。小説では、旅順の戦場での攻撃のありさまと戦死の場面が描かれる。別の日、広ろさんの威発が埋葬されている、ジャッコインに、お参りに出かけ、広ろさんの墓に向かって合唱している美しい女性に、出会う。 広ロさんの母親の家で彼の日記を読み、生前郵便局で一度出会っただけの女性と惹かれ合ったことを知る。その一目ぼれの原因を先祖に求めて調べると、川上斎蔵という武士と美しい娘が相愛になって婚約するが、お上の意向によって中を裂かれた話があって、再三の孫が広ロさんであり、 ジャックインの娘は婚約者の子孫で二人はその祖先によく似ていたことがわかる。その後、娘は息子を失って悲しみに暮れていたヒロシさんの母親と時々会うようになり、まるでお嫁さんのように仲が良くなった。ステッセルは降った。講話は成立した。将軍は外旋した。兵隊も歓迎された。しかしヒロシさんはまだこうから登ってこない。はからず。 新橋へ行って、色の黒い将軍を見、色の黒い軍曹を見、背の低い軍曹のお母さんを見て涙まで流して、愉快に感じた。同時に、広司さんはなぜこから上がってくんのだろうと思った。広司さんにもお母さんがある。この軍曹のそれのように背は、低くない。また冷や飯通りを履いたことはあるまいが、もし広司さんが無事に戦地から帰ってきて、お母さんが新橋へ出迎えに来られたとすれば、 やはり、あのばあさんのようにぶら下がるかもしれない。ひろしさんもプラットフォームの上で、物足らぬ顔をして、お母さんの群衆の中から出てくるのを待つだろう。それを思うとかわいそうなのはこう出てこない、ひろしさんよりも、浮世の風に当たっているお母さんだ。残豪に飛び込むまではとにかく、飛び込んでしまえば、それまでである。シャバの天気は晴れであろうとも曇りであろうとも、頓着はなかろう。 しかし取り残されたお母さんはそうはいかぬ。空が降る、垂れ込めて、広ロさんのことを思い出す。空晴れた、表へ出て、広ロさんの友達に会う。歓迎で国旗を出す、あれが生きていたらと愚痴っぽくなる。銭湯で、年頃の娘が湯を組んでくれる、あんな嫁がいたらと昔を忍ぶ。これでは生きているのが苦痛である。それも古服者であるなら一人亡くなっても、 あとに慰めてくれるものもある。しかし、親一人ご一人の家族が半分かけたら、氷炭の中から折れたと同じようなもので締めくくりがつかぬ。軍曹の婆さんではないが、年寄りのぶら下がるものがない。お母さんは今に、光一が帰ってきたらばと、シワだらけの指を日夜に折り尽くしてぶら下がる日を待ち焦がれたのである。そのぶら下がる当人は旗を持って思い切りよく残酷の、 中へ飛び込んで、今に至るまで上がってこない。ありがとうございます。